ペーター・ダイクストラペーター・ダイクストラは、オランダの合唱指揮者、ドレンテ州ノールデンフェルトのロデン出身。少年時代は、ダイクストラの父が1985年に設立した少年合唱団に所属していた。その後アムステルダムに渡り、グスタフ・レオン・ハルトやシギス・ワル・トクイケン、マックス・ファン・エグモントなどのもとで、バッハのカンタータの歌唱に参加した。その後、 ハーグ王立音楽院や、ケルン音楽舞踊大学、ストックホルム音楽大学で声楽と指揮を学んだ。また、エリック・エリクソンとトヌノカリウスでのマスタークラスに参加した。アンサンブルグループのザ・ジェンツの指揮者として活動した。2005年9月、オランダ室内合唱団の客演指揮者と、ミュンヘンのバイエルン放送合唱団の芸術監督に就任。 2007年にはスウェーデン放送合唱団の主席指揮者に任命された。2015年、オランダ室内合唱団の主席指揮者に就任。これらの活動に加え、ヨーロッパの著名な声楽アンサンブルとの共演や、ベルリンドイツ公共楽団や、日本フィルハーモニー公共楽団など、世界各地のオーケストラの指揮者としての活動も行っている。ありがとうございます。